この町、なんか本がたくさんあるね。俺あんま本とか読むの得意じゃねえから夜うなされそうだよ。ユリってそんな感じするよね。じっとしてるのもダメっぽいし。カロル先生には言われたくねえな。あれ、エステルは？さっきからずっとそこで本読んでるぞ。エステル、そろそろ行くよ。読み出したら止まらないらしいな。何です？これ古代文明の文献みたいですよ。聞いてねえから。絶対入るな、モルディオ。ここか。普通はノックが先ですよ。いないみたいだね。どうする？悪党の巣へ乗り込むのに遠慮なんていらないって。ダメです。なら僕の出番だね。え？出番って、それもダメですって。ま、ちょろいもんだね。待て、僕も行くよ。あ、待ってください。もうどうしてこう。すっご、こんなんじゃ誰も住めないよ。その気になりゃ存外どんなとこだって食ったり寝たりできるもんだ。ユーリ、先に言うことがありますよ。こんにちは、お邪魔してますよ。鍵の謝罪もです。カロルが勝手に開けました、ごめんなさい。もうユーリは。ごめんください、どなたかいらっしゃいませんか？いないんなら好都合、証拠を探すとするか。うるさい。え、あれ、泥棒は。うわぁ、待て、ぶっ飛べ。いやぁ。あ、女の子？こんだけやれりゃデートで会った時も逃げる必要なかったのにな。はぁ？逃げるって何よ。な、そりゃテートの下町からブラスティアのコアを。いきなり何？私が泥棒ってこと？ま、人勝手に家に上がり込んで人を泥棒呼ばわりした挙句剣突きつけるのが人並みの常識？ちょっと犬入れないでよ。そこのガキンチョも、その子返しなさい。え、ブラスティアよ、ブラスティア、返しなさい。私
エステリーゼっていう。突然こんな形でお邪魔してごめんなさい。ごめんなさい。で、あんたら何？ですね、このユーリという人はテートからコア泥棒を追ってここまで来たんです。それで？コア泥棒の特徴…マント小柄、名前はモルディオだったんだよ。確かに私はモルディオよ。リタ・モルディオ。背格好も情報と一致してるね。で、実際のところどうなんだ？だからそんなの知ら…ついてきて。はぁ、お前意味わかんねえって。ま、いいから来て。シャイコス遺跡に盗賊団が現れたって話。盗賊団？それ本当かよ。協力要請に来た騎士から聞いた話よ。間違いないでしょ。その騎士ってフレンのことでしょうか？だな、あいつ振られたんだ。そういえば外にいた人も遺跡嵐がどうとか言ってたよね。つまりその盗賊団がコアを盗んだ犯人。さあな。相談終わった？じゃあ行こう。とか言って出し抜いて逃げるなよ。来るのが嫌ならここに警備呼ぶ？困るのは私じゃないし。行ってみませんか？フレンもいるみたいですし。捕まる、逃げる、ついてくる。どうすんのかさっさと決めて。わかった、行ってやるよ。シャイコス遺跡は町を出てさらに東よ。なんかリタってちょっと怖いよね。そうでしょうか？ま、あんなもんじゃねえの。なんか機嫌悪いみたいだし。それはユーリが武作法をしたからですよ。コア泥棒に礼を尽くす気はねえからな。違ってたらどうするの？そん時は謝るよ。その言葉忘れないでよ。だ、聞いてたんだ。聞こえただけよ。私が怖いとか。気をつけろよカロル、ありゃ根に持つタイプだ。やだな、脅かさないでよ。あんた、エステリーゼだっけ？はい、長くて呼びにくいと思うので、エステルって呼んでください。エステリーゼって、見たとこ貴族のお嬢様よね。よくあんな素行の悪いのと一緒にいるわね。いえ、ユーリはいい人だと思いますよ。それと、私のことはエステルって呼んでもらって構いませんよ。わかったわ、エステリーゼ。ありゃ、強敵だな。Thank you.
ラピードってアイテムの扱いが上手ですね。そうね。でも犬が食わえたグミなんて私は食べたくないわ。まあそう言わずにピンチの時には受け取れって言ってるぞ。何よ、犬のくせに。っていうか本当にそう言ってんの？ガウってしか言ってないじゃない。長くいりゃ分かるようになるさ。そうだろラピード。ちょっと羨ましそうですピター。そんなこと。ここがシャイコス遺跡よ。騎士団の方々いませんね。この足跡まだ新しいね。騎士団か盗賊団かその両方かってとこだろう。きっとフレンの足跡もこの中にあるんでしょうね。かもな。ほらこっち早く来て。モルディオさんは暗がりに連れ込んで俺らを始末する気だな。始末ね。その方が私好みだったかも。不気味な意味で同調しないでよ。早くしましょうよ。騎士団も盗賊団もいねえな。もっと奥の方でしょうか。奥って言ってもな。誰かいるようには見えないよね。まさか地下の情報が外に漏れてんじゃないでしょうね。地下？ここ最近になって地下の入り口が発見されたのよ。まだ一部の魔導士にしか知らされてないはずなのに。それを俺らに教えていいのかよ。しょうがないでしょ、身の潔白を証明するためだから。身の潔白ね。地面に擦れた跡があるね。
発掘の終わった地上の遺跡くらい盗賊団にあげてもよかったけど、来て正解だったわ。なら早く追いかけないと。これを動かせばいいんでしょ。ほら行くぞ、もうちょっと頑張れよ。しょっと。ほら、もう少し。カロル、大丈夫です？これくらい余裕だよ。じゃ、行くわよ。なんて入るの初めてです。そこ足元滑るから気をつけて。何見てんのよ。モルディオさんは意外とお優しいなと思ってね。やっぱり面倒引き連れてきた気がする。別に一人でも問題なかったのよね。リタはいつも一人でこの遺跡の調査に来るんです？そうよ。罠とか魔物とか危険なんじゃありません？何かを得るためにリスクがあるなんて当たり前じゃない。その結果何かを傷つけても私はそれを受け入れる。傷つくのがリタ自身でも？そうよ。悩むことはないんです？ためらうとか。何も傷つけずに望みを叶えようなんて悩み、心が贅沢だからできるのよ。心が贅沢。それにブラスティアは私を裏切らないから。なんかリタってすごいです。あんなにきっぱりと言い切れて。何が大切なのかそれがはっきりしてんだな。私はまだその大切がよくわかりません。適当に旅して回ってりゃそのうち嫌でも見つかるって。遺跡の中って外とは全然違うんですね。うん、なんか不思議な感じ。見たことないものとかあるし。なんだ、カロルも初めてなんだ。まあね、僕の専門は魔物を狩ることだし。これなんだろう。あんまその辺のものに触らない方がいいわよ。罠とかあるから。今何かカチッて落としませんでした？危ない、カロル。あ、悪い、余裕なかったんでやりすぎた。これじゃあ罠にはまった方がマシだったよ。来やがったな。
行こう。僕を甘く見ないでよね。痛くしたらごめんなさい。この子、ダメか。発掘前のブラスティアってこんな風になってんだ。大昔の人は何を思ってブラスティアを遺跡に埋めたんでしょう。さあね、その辺のことは今も研究中よ。こんだけあるならアクエブラスティアも落ちてねえかな。どれもコアがありませんね。なんだ、それじゃあ動かないじゃん。コアもコンテナも完璧なんてブラスティア。術式により魔術を発現する。ブラスティアはそれぞれ異なった現代技術でコンテナの生産は可。要するに発掘品を使うしかない。そうでもないよ。エステリーゼが言った本の内容は古いって。発掘品より劣化はするけど簡単なコアの服。本当ですか？だから私なら盗みなんてバカな真似はしない。そんな暇があるなら研究に時間を費やすわ。完全に修復するためのね。それが魔導士よ。立派な信念だよ。けどそれで疑いは晴れないぜ。口では何とでも言えるもんね。その辺に使えるブラスティアが残ってるかもしれませんよ。
ちのはコアが残ってるよ。そのコアをこれ使って撃ってみて。このリングについてるのブラスティアのコアと同じものだな。術式を文字結晶化することで必要に応じてエアルを照射するブラスティ。その説明ちょっと違う。照射してブラスティアにエアルを充填させる。待って、あんた知ってるの？古い遺跡の鍵代わりになるとお城の本で読みました。お城？撃てばいいのか。あのブラスティアのコアをそのソーサラーリングで撃つだけ。狙うものに体飛ぶ距離に限界があるから。はい、終了。あれはストリムの門。移動を示す紋章ですね。はあ、侵入者退治の罠ね。邪魔、気をつけながらす。いいの？私実はもっと奥に誘い込んで。あ罠より怖いのがここにいたよ。あんた持ってて。大事なもんじゃないのか。この先も何度か使わなきゃいけないから。じゃあ先頭歩く俺が持ってた方が効率。昔の人間はこんなリング一つでいろいろなもんを動かしてたのかね。ええ、この遺跡だけじゃなくて他でも同様の仕掛けが見つかってるわ。小さいくせに便利なんだね。誰かさんと違ってね。え、でもソーサラーリングの所有を認められるなんてリタもすごいです。ごく限られた人にしか与えられていないと聞いていましたから。信用されてんだな。あんた以外にはね。ヌスットには惜しいな。違うって言ってんでしょ。ねえ、あんたさっきお城がどうとか言ってなかった？え？あ、それは。ああ、前に俺が城にいたんだよ。騎士やってたんでね。はあ？あんたが騎士？何バカ言ってんのよ。信じられないかもしれませんが、本当のことなんです。まだまだわからないことでいっぱいね。たく、どいつもこいつも似たような反応しやがって。ほら行くぞ。あ、話すり替えられた。まさか編成を乱されるなんてな。行くぜ。バッフッフッ、十分乗り切れます。不意打ちで勝てるとでも。
こんなところで負けられません。びっくりした。ま、どんな状態の時でも敵のいそうな場所で油断すんなってこった。後ろから襲われたら誰でも戦闘に巻き込まれる可能性があるんですね。そういうことだ。気をつけないとな。先制攻撃あるのみよ。先制ね。何よ。ちょっと揉めてないで。またさっき貸したのであれ撃つの。あ、ほら今のうちに。隙だらけです。悪く思うなよ。おととい来やがれ。なるほどな。そういう使い方。そういうこと。痛くしたらごめんなさい。よっと。俺に勝つのは100年早い。長い。全身打ち。足引っ張んないでよ。ゲームの活力、フラメンコの裏、ゲームの裏、ファイアボール、ゲームの活力、これなら最初のフラメンコの裏。こんなもんだな。力が湧く。また強く。油断は禁物です。俺に勝つのは100。
天井が崩れてきたりしたら、私たち生き埋めになってしまいますね。何不吉なこと言ってるの、エステル。本当にそんなことになったら。バカっぽいわよ、あんた。そんなやわな作りなわけないでしょ。エステルが変なこと言うから天井が崩れて。あれ？はぁ、悪い。足元の石につまずいちまった。あんた、わざとでしょ。ユーリ、意地悪です。さっさと用事を済ませて、早くこんな遺跡から出ようよ。僕に任せて。相手にしてらんない。